たので女性からのスピーチです。よろしくお願いいたします。お集まりの皆さんこんばんは。お通行中の皆さんこんばんは。私は北区の新日本婦人の会の樋口です。新日本婦人の会は52年前からある戦争に反対し、子どもや女性の幸せや要求を実現するためにいろいろな活動をしてきました。9月の19日に戦争法廷が強行で採決されました。私の周りにいる女性たちにもこの話をすると、今まで国会に行ったことなんてなかった、そういう人が今回はいても立ってもいられなくて国会に行った、そういう人がたくさんいます。そしてこの法律が無理やり通してしまったけれども、どうしたらいいのっていうふうに聞かれます。国会議員が通したんだから、反対する国会議員を増やせばいいですよね。そうだ、自民党そして公明党、その他いくつかの政党がこの法案に賛成して通してしまいました。公明党はインターネットのアンケートでこの集団的自衛権に対して行使は反対だというふうに答えています。東京の選挙区から出ている公明党の今の議員さんはそういうふうに答えています。それなのにこの公約でもあると思うんですけれども、約束を守らないで通してしまった、こういう議員さんは今度の選挙で絶対落ちてもらいましょう。私たちの国に平和を取り戻したい、そう思います。今日の午後1時46分に私の娘に子供が生まれました。この生まれたばかりの命を戦争に向かわせるわけにはいかない。私の子供だけではなくて、どこの国の子供でも生まれた子供に何も罪はないと思います。だから戦争をする、そういう道ではない方法で私たちの国は国際貢献していきたい、そう思います。農業のお手伝いをするボランティアをするために外国に行っていた日本人が国際テロ組織に殺されてしまいました。こういう方向で日本が進んでいくことがとても心配です。どうぞ皆さん関心を持って戦争法廃止のために9月にあったことですけれども、長く長くとどめておいて忘れないで